はい、まだ J リーグを実際にスタジアムで見たことがない方っていうのもいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。でそういう方はですね、ぜひ行っていただきたいと思います。というのも、例えばその J リーグの試合の結果っていうのはスポーツニュースを見ればわかるわけですよね。だけどスポーツって結果を見て楽しむもの、そうじゃないんじゃないかなと僕は思うんです。実を言うと J リーグの試合って僕も何度も言ってますけれども、とにかくそのスタジアムがある最寄り駅に着いた時からすごくワクワクするんですね。もっと言うと、そこに着くまでの電車の中でもうすでにワクワク始まってます。それぞれが思い思いのタオルを巻いたりとか、ユニフォームを着たりとか、メガホンを持ったりとかしてるわけですね。そういった姿を見るだけでもワクワクしますし、なんと言っても言っていただいたらもうすぐわかります、音なんです。スタジアムに聞こえる音っていうのはテレビでは絶対に聞こえない音がたくさん聞くことができます。ワーンってちょっと共鳴しているような音だったりとか、もちろんものすごい歓声、そして意外と聞こえるのがプレー中のボールを蹴る音、そういった音っていうのを実際に現地で感じるとですね、一発でファンになります。ぜひこれを体験するために皆さんはまず自分が行けるスタジアムの道順を調べていただいて、そしてチケットを買ってぜひ行ってみてください。